2024年 JRA カレンダーにあの馬がいないに対するみんなの反応。お気持ち JRA2024 年カレンダー1月ジャスティンパレス、2月レモンポップ、3月リバティアイランド、1、4月ソウルオリエンス、5月タステーラ、6月イクイノックス、1、7月ジャックドール、8月ママコチャ、9月リバティアイランド、20月ブレッツァ、11月イクイノックス、22月イクイノックス、3あのソングラインは？にあり。さすがに6月はソングラインでもよかったやろ。ウォッカ以来の安田記念連覇&ビクトリアマイル安田連勝じゃなかったか。まあ宝塚と有馬は JRA 的には別格なんやろう。グランプリは確保するとして、それでも秋2つ。3月はなんかサウジかドバイで勝った馬にしません。あ、イクイノックスは禁止で、ソングラインは6月12月は知らん。ディープの時から全く学んでないじゃねえか。こういうのって結構前から作り始めるものだし、12月にジャパンカップのイクイノックス使うのは良いと思う。でも12分の3イクイノックスって。この押しっぷりからするともしかして放置杯弥生賞ディープインパクト記念の悲劇の再来あり得る？トースポ杯イクイノックス記念になりかねん。うわぁ。陣馬三冠に加えてイクイノックスがいるのは仕方ないけど、さすがにソングラインは入れてあげてよって思うわ。11月12月イクイノックスでも別にいいと思うが、6月はソングラインでよかったよな。謎采配すぎる。せっかくのカレンダーなんだから、せめて2ヶ月連続はやめてほしい。イクイノックス3枚はさすがにアホかと、そんなんやるぐらいなら全馬1枚ずつでいいわ。少なくとも6月は安田のソングラインで勝っただろ。ディープの二の舞になりそう。これは真っ当なお気持ち。さすがに3枚同じ場にするなら、その馬だけでカレンダー作れよ。まあ、また JRA の謎ムーブか。マイラーいなくて草。牛馬とかも頑張ったのにな。有馬記念のカレンダーの方がいいんでないの。これだと JRA のレース走ってすらないやん。月かぶりでジャスティンパレスが1月に回ったり、ママコチャが8月に回る。融通が効くならイクイノックス3枚はやりすぎなことに気づけよ。育ちの字は抑えたよな。イクイノックスでまた発作かよ。そろそろ学んでくれよ。 JRA が特定の馬ひいきすると大抵ろくなことにならんのは過去の事例が物語ってるし、マジで他の馬置いてけぼりでファンが喜ぶとでも思ってんのかね。2回までなら理解はできたんだが、ソングライン除外してまで3回使うとかアホすぎる。イクイノというより JRA のレース選定なんだろうな。宝塚、天皇賞、ジャパンカップ勝ち馬は他の G1 より優先されるべきという思考で、自動的にイクイの3ヶ月分みたいなね。柔軟性がないよね。安田さん、すごい人だと思うんです。春秋天スベラギ賞、ダービーオークス、ジャパンカップ宝塚有馬。まあこの辺のレースが別格扱いなのはまあわかるし、ここでダブルのは仕方ないかなと思う。ただそれでももう少しかぶりは減らせたはず。ちなみにファストフォースもはぶられてる模様。シャンパンカラーもいないぞ。3歳 G1 で削るならよほどのことがない限り NHK マイルになるのはしゃあない。同じ馬を2度以上使うな。やり直し。2枚だったらよかったんよ。去年も確か逮捕2枚あったし、3枚はアホかかりすぎ。これで何も悪くない馬に生徒集まるの最悪。ソングラインだけじゃなくてファストフォースもオラニャン、もうこれ各馬1枚ずつでいかったやろ。3月ファストフォース、6月ソングライン、11月ナミュール。これにするだけで全部丸く収まる。シャンパンカラーの有名な方選んだらこうなるのはしゃあない。ソングラインが有名じゃない。ヤマニンゼファー、ウォッカ以来3投目の安田記念連覇、ウォッカ以来2投目のビクトリアマイルから安田ローテ勝利。これでカレンダー外されたら叶わんわ。これって毎年カレンダーにするレース決まってたりしないの？決まってたとしても1頭の馬に集中するくらいなら分散させるとか柔軟に対応できるはずなんじゃないっすかね。なんでや宝塚削っても怒られなかったやろ。レコード転覧の秋天と引退のジャパンカップ入れたいのはわかるけどさ。ディープの時も思ったけど、一周回って JRA が一番のイクイノックスアンチまでアルコンなん嫌がられるに決まってるじゃん。JRA、イクイノに脳焼かれすぎて脳が正常に働かなくなってるやんけ。JRA はとうとうディープ系を見捨ててイクイノックスに鞍替えしたようだ。馬の人気がうんぬん、距離がうんぬんとかそういうこと言いたいわけではないんだよね。ただ2023年 G1 競争のハイライトシーンで構成と銘打ってるんであって、イクイノックスカレンダーではないよねってだけで。ディープの二の舞やってて草。有名有名じゃないでカレンダーの馬決めるのおかしくない？活躍した馬を偏りなくまんべんなく配置するべき。日本の G1 が12個より多い時点で破綻してるのよ、その発想は。そこまで有名ならイクイノックス単体でカレンダー作ればいいじゃんって話になるしな。こんな特別待遇するほど有名なら単独カレンダーの方が売れるだろうし、それでよくね。馬名に冠名入ってるかどうかでレース名にされるか否かが判断される期間なので。冠名はそんなに理不尽じゃなくない？そうか？どんなに偉大な成績残して懸賞馬になっても冠名が入ってるってだけで対象外は意味わからにゃん。冠名あると馬主の宣伝になっちゃうし。こういうのって結局当該者推しが一番嬉しくないし誰も喜ばないパターンだよな。ぶっちゃけイクイの推しでも困惑が勝るんじゃねえかな。
天覧競馬でレコードの空き店入れたいわかる、優秀の美飾ったジャパンカップも入れたいわかる、分3枚になっちゃうから他の馬の枠なくなるけどいいよね、わからん。レースの格で選ぶにしても宝塚よりは安田の方が上だと思ってたけど JRA 的にはそうでもない感じか。ハーモンイクイの単品でカレンダー作ったらいいんじゃないっすか。ソングだってかつて愛したディープの子孫やぞ、こっちも愛せや。 Twitter 見るとイクイのファンもこれはないって言ってて、臭み方誰もおらにゃん。ナミュール、ファストフォース、ブレイディベイグ、1等1ページでいいじゃんね。それでも3等からどれかは乗せられなくなるけど。ダート以下のマイル、まあ今年はマイル微妙な世代だったし仕方がない。掘るのもわからなくはないけど3枚は多すぎ。リバティ出てきたら軽く蹴散らされるようなマイル買いだし、ナミュールともども葬り去られるのはわからんでもない。100万歩譲って同じ馬3枚を受け入れるとして、なんで11月12月が連続なんだよ。月変わってカレンダーめくっても同じ場とか面白みなさすぎる。連続してでかいとこ買ったんだからしゃあない。間にブレッツァ入れればいいだろ。1月にワルテン入ってるから順番どうでもいいんだし。空き店ジャパンカップ入れたいやろなというのもわかるんだけど、正直これ2勝してるソングラインが入ってないのがマジで謎。ファンには申し訳ないけど、ママコチャ入れるならソングラインだろ。というかママコチャじゃなくても G11 勝より今年 G12 勝3勝目を優先しろよ。クラシック優先は許す。9月に勝ってないソングラインが悪い。まあ厳密には今年はスプリンターズも10月だけど。パレス1月の時点で G1 勝った時期関係ねえだろ。1月は G1 ないんだからしゃあないやんか、別れよそこは。金にがめつい JRA のくせに商売が下手、いろんな馬がいた方がその馬のファンが買うだろうに。これどうせプレゼントで山のように配るもんだし、儲けとか大して考えてないでしょ。プレゼントで配るのってアモアイ表紙のやつじゃないん。これ1000円って書いてあったから売り物だと思ってたんだけど、多分普通にターフィーショップとかで売るやつ。イクイの2枚なら買わないけど、イクイの3枚なら買いますって人より、ソングラインいるなら買いますって人の方が多いだろうにな。数ヶ月でアイドルホースも販売休止になるなど、いろいろ不憫なソングラインさん。ママコチャがいてファストフォースがいないのも、ママコチャがソダシの妹だからなんやろなぁと邪推してしまうわ。ソングラインの安田は数字的にもすごいレースだったんだけどな、悲しいね。3月ファストフォース、6月ソングライン、11月ナミュール。これでよくね。一月一等で収まるじゃん。以前のも2枚とか入ってる馬はいたよ。ソングみたいに複数勝ちが外されてなかったから荒れなかったけど。色ごとし障害馬がいないじゃんっていう気も失せる構成。1月にパレス、7月にジャックみたいに勝った時期と違ってもずらせるのにソング入れないのはもう笑うしかないな。さすがに国内の G1 複数勝ってるのに G1 ハイライトを歌うカレンダーに入らないのは。というか3回育英でも表紙に展覧、秋天で2025年1月に宝塚で特別枠として1から12月は1等ずつでよかったんじゃ。JRA がかかるとろくなことにならないんだから、もうかからないでほしい。そもそもイクイノックスの宝塚ってそんなハイライトでもないだろ。 G1 勝った時じゃワーストパフォーマンスやろ宝塚。ガチで通すとハイイクイノックス記念になりそうな勢いだな。まあなるとしてもイクイノが死んでからだろ、生前にそれやったら知らね。そもそもトースポハイに名前つけるにしてもコントレイルの方が先やろと、現状レース名になってるの三冠馬だけだし。 JRA がそんな頭回るならやよいしょ、あんな名前になってない。ポスターは超かっこいいのになぜここで選定落とすのか。それとも JRA が力を入れると楽にひどくなるとか。何があれって G11 勝の馬もいるのに2勝したソングがいないってことなんだわ。去年は逮捕2枚でイクイ1枚だった、当たり作ってる人そんなに深く考えてないと思うよ。イクイの2枚ならこんな騒がれてないと思うわ。ソング押しのけて3枚やったから言われてるんでしょ。同じ馬が3枠 G12 勝のソングラインを外す。どっちかだけでも荒れそうなのに両方ぶち込むとは常人にはできない。JRA は短距離マイルは軽視しがちとは言われるけど、同じ短距離マイルで今年の G11 勝馬のママコチャがいて、2勝してるソングラインがいないのおかしくない？ママコチャはソダシポイント入ってるからそうじゃなきゃ乗らなかったよ。実際ファストフォースはいないし。何度も言われてるけどソダシの妹だからソダシで耐えた分ここで溢れた感じだけど、 G1 勝ってるし言うこと自体はおかしくないから叩かれてないのは幸い。ママコチャとイクイノの3枚目どっち削るべきかと言われたら確実に後者だもん。マジで作ってる最中に誰かおかしいと思えなかったのか。全部イクイノックスのカレンダー頼んだぐらい好きだけどこれはちょっと。 JRA はソングラインの存在知らないから昔から。そりゃイクイノックスは優遇されて当然だと思うよ。思うけどこれは単純にセンスねえよ。もう今からでも開き直って来年の JRA カレンダーは全部イクイノックスですってやれ。そっちの方がまだマシだわ、こんなん出されるぐらいじゃ。ソングライン入れてもええやろとは思うけど、ソングライン省いたくらいでディープの再来言うのはアホ。去年の有馬勝った後銅像作るぐらいしてからええ。いっそイクイノックスオンリーのカレンダー作りゃよかったのに。G1 の開催数を思うとあぶれる馬が出てくること自体はもう仕方ないよ。これはもう仕方ない。でも同じ馬に3枠使った結果 G1 に勝馬があぶれるのは想定してないわ。
勝った時期が被ってるからってのはパレス1月弱度7月ママコチャ8月とかで完全に無理があるんだよな。リバティチークイニでええやん、そのくらいの特別扱いなら納得できる場なんだからさ加減しようよ。まあいいじゃん、もう作っちゃったんだし今更言っても仕方ねえべ。イクイノックス2枚とかならまあ年度代表馬だろうし23年の世界一だしそれぐらいの扱いしてもらわんとね。だったのに、何を欲張ったのかソングライン削ってまで3枚目入れてきてるのがディープの時から変わってねえんだなと。来年度のカレンダー内容を決める会議なりなんなりで誰も疑問に思わなかったのか案件。JRA が馬を押し始めるとろくなことにならないってネタじゃなかったんですか。現役で押してないだけマシだぞ。なんというか JRA っていろんな意味で変わらないな。歴史は繰り返す。シャンパンカラーとソングラインファンなのでとても悲しい。NHK マイルはこういうのなかなか入らないからしゃあない。やるにしても半端なのもダメ。不満があるなら買わんだけでしょ、レモンポップ入ってるし俺は満足。ぶっちゃけるとイクイノックスは関係ないままコチャはソダシの妹だから乗った。ソングラインはソダシを倒したから乗らなかった、そんだけイクイはただの穴埋め。そのアクロバティック用語とすりつけは無理がある。イクイが1枚少なくてもファンは買うしソングラインのファン取り込めば良いってのは少し考えりゃわかるから。やっぱりそんな考えずに決めたんだと思うパレスジャックは人気投票の上位常連だし。まさか G1 を2勝、しかも珍しい勝ち方してもカレンダーから外れるとはこの理白の目をもってしても。最近の JRA に言いたいこと競馬場の電波問題解決する気あんの？秋小葉三冠のスマシの値段10倍にして。言いたいことあったらご意見ボックスあるんだからそこに入れろ定期。ドリンクホルダーと肘置きのスペース確保のためにスマシ席減ったけどドリンクホルダー使ってる人見たことないぞ。回線行かれるのは人気 G1 の日くらいだから年数日のために回線強化するのは割に合わないんじゃない。4G から5G にするだけでもトラフィック問題は多分かなり改善される。どうせ将来的に 5G エリア充実は必須なんだから早いうちにやってもいいと思うんだけどな。ただでさえスマッピー推奨してんだし。コミケみたいな臨時局出してもらえばいいんだから要望は出しとけば。ちな自分はスマシのドリンクホルダー使ってるしこないだ隣の人も使って友達同士で酒盛りしてた。隣席とひっつかなくていいのありがたいんでドリンクホルダーとテーブルはめちゃくちゃ助かってる。調べた感じ昔ドコモはエリア対策をやっていたらしいのだが、2023年にやってる様子はないんだよな、なぜ？いや、有馬記念の日には基地局調整をやるらしい。ただ移動基地局はやっぱり来ないらしい、人数が足りないんか。プロパイダーは数万人程度なのに移動基地局を投入するのはなぁ10万人越してね。JRA としては年に数日しかないのに基地局増設するメリットが薄いよねーなので。野球場とかも同じぐらい人数来るけどそっちは電波問題そこまで効かないし単純に金かけて、整備してないだけじゃないかね。指定席予約のサーバー弱すぎ問題もあるし馬券以外のネット回線に対してやる気がない説ある。この前のマイルチャンピオンシップ行ったけどコース側だけ電波繋がってパドック側は全然繋がらなかったな。パドック見て馬券買うんだからそっちの通信環境もっと良くしてほしい。競馬場の女性限定のスイーツ男だけど食べさせて。厩務員さんたちのストライキを受け止める度量を持ってほしい。